大橋突案大橋突案は、江戸時代後期の儒学者、尊能論者。意味川清順、通称は順造、字は修道、突安は号。坂下門外の変を計画した人物であり、幕末の尊能上位運動に大きな影響を及ぼした。文化13年、長沼竜兵学者の清水石城の4、男として生まれる。当初、 母方の親族であるナの飯山藩士の境、力蔵の養子となるが後に離縁している。天保六年、受学者の佐藤一斉に支持する。天保十二年、江戸日本橋の豪商佐野屋大橋淡宮美の娘、薪子と結婚し大橋生を名乗る。同年、日本橋において、市政塾を開き、市定に受学を指導する。突案による指導は好評で、年には、 下野宇都宮藩主、戸田田春の招きにより、月一回江戸藩邸において、儒学を教授した。華英六年の黒船来航以降、突案の尊能上異論は過激になっていく。外恵比寿を打ち払うことを幕府に権限し、全国的に注目されるようになった。華英六年十月、徳川成明に、隣船アーニを送り、上位の諸論の実行を迫る。 安政三年には、四政塾を小梅村へ移転した。これは、前年の安政の大地震により、塾が倒壊したためである。安政四年には、壁蛇小言を観光し、この中で、朱子学の立場から、西洋文明を厳しく批判し、多くの人々の共感を得ることとなった。安政五年、安政の大国において処刑された儒学者の来、三木三郎の遺体が、 埋葬もされずに打ち捨てられていることを見かね、門弟と共に小塚っぱら形状まで行き、三木三郎の遺体を棺に収め埋葬している。安政七年、大老の井い,い直助が江戸城桜田門外において、水戸藩の老子に暗殺される。直助暗殺後に幕府の最高実力者となった老中安藤信正は、後部合体の実現のため、 公明天皇の妹和宮と十四代将軍、徳川家持との婚姻を拡作する。突案は、この婚姻に強行に反対し、倒幕を企てるようになる。文久元年9月5日、門邸の無垢の木八太郎は、突案の作成した政権回復秘策を上層するために京へ向かった。秘策の中で、突案は、公部合体に否定的な見解を示し、朝廷には、 上位の勅命を出すことを要請している。同月、突案は、宇都宮の小島教会を水戸へ赴むかせる。外国人を襲撃して、幕府を混乱させ、後部合体を頓挫させることを、突案は意図しており、水戸藩の志士に、外国人襲撃の協力を求めるものであった。これに対し、水戸藩の撃破からは、宇都宮藩の志士と協力して、老中、 安藤信正を暗殺したい旨の回答があった。強助は突案に、水戸川の回答を伝える。突案としては、老中暗殺は、時期肖像であり、朝廷からの政権回復秘策の回答を得てから判断したいと考えていた。結果として、突案の秘策は朝廷に採用されることはなく、10月18日には、和の宮の効果が直挙される。11月6日には、 プロシアとの条約交渉を行っていた元外国武行堀利博が突然謎の自陣を遂げた事件があったが、これに事寄せて、堀の安藤に対するという還元の書と称する偽証、鉄造して尊上派の間に回覧し、堀が安藤への抗議の自害をしたとの世論を調整した。これと前後して、突案は門弟と共に林王寺宮を擁立して、 上位の兵を挙げることを画策している。しかし十分な人数が集まらず計画を中止するに至った。これは、水戸川に挙兵よりも老中暗殺を優先させたい意向が強く働いたためである。ここに至って、突案は老中暗殺に向けて計画を立てることとした。当初、結婚日を同年12月15日に定めたが、12月12日に、 水戸川からの延期の要請があり結婚日を12月28日に延期した。12月22日、突案の議定の菊池教中が小島教会に突案宛の書状を託している。書状の中で教中は老中暗殺後に生き残った死死がおればそのものに合図判定に直訴させて合図判に上位の協力を求めることを提案している。突案は この提案に反対し、老中暗殺が成功するか否かに関わらず、襲撃後に全員自決する覚悟がなければ計画が成功するはずがないと強中宛の返書で述べ、強助に返書を託した。12月26日、突案は、宇都宮藩の死士と会談し、結婚を年明けに延期し、老中暗殺後に朝廷に死者を送って、 上位の勅命を出すことを要請、一橋義信を擁立して、日光山にて挙兵することを確認している。年が明けて、文久2年1月8日、突安は、一橋家近寿の山本重太郎に、義信への上書取り次ぎを依頼する。重太郎は幕府に密告したため、一連の計画が幕府の知るところとなる。1月12日、突安は、南町奉行に逮捕され、 1> 翌1月13日には、死政塾が、幕府によって、捜索を受けている。突案が逮捕されたことを受け、ついに1月15日に、死士6名は、江戸城坂下門外において、老中、安藤信正を襲撃する。信正を負傷させた者の殺害には至らず、死士6名はいずれもその場で斬殺された。坂下門外の変異降、突案に関係する人々は次々と幕府に、 逮捕されていく。天馬町の極者の環境は劣悪で、同志の中には獄死する者が相次いだ。宇都宮藩画廊、マセワサブローらによる斜面運動により、同年7月8日に突案は出国し、宇都宮藩邸に預けられる。しかし、7月12日早朝に、その生涯を終えた。47歳ボ死因は毒殺であったという。 谷中天皇寺の大橋屋墓地に葬られる。明治24年、14位を追贈される。同志の一人、河辺左自衛門のは、襲撃に間に合わず、長州判定に行き残寒修書を、桂小五郎に渡して自陣した。左自衛門のが持参していた残寒収書は、無垢の木八太郎が寄贈し、突案が添削したものとされる。この中で、 安藤老中の政策は外国に屈するばかりで、朝廷を軽んじ、防災ばかりである。このままでは、暴国は明らかであるので、安藤老中を惨殺する、幕府には上位を行い、万民の困窮を救うことを望む胸が述べられている。突安の岐阜の大橋山宮美は、菊池家に、婿養子用紙に入ったが、結婚後も、実家の大橋生を名乗り続けた。 また、阿波宮アは若い頃学者を志したが果たせなかったため、自分の志士は学者から迎えたいと考えていた。そのため受学者である突案が長女マキコの婿養子に迎えられたのだという。なお、佐野親は長男菊池教中に継がせている。ありがとうございます。